はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ハルです。イコですね。よろしくお願いします。なんかあれだね、木の棒からさ、剣に変わっただけですげえ強くなったように見えちゃう。いやー、俺もね、未だにお子様みたいですね。お子様思考。はい、当てあげたんじゃない？右肘、左肘かな。ただなんかこう、何してんの？おう、ああ、そういうことができんのか。え？ちょっとよくわかんないっすね。登れんだけど、そこからの移動ができない。おう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 。しかできない。よくわかんないっすね。バグなんじゃないの？じゃあ行こうか。ちょっとさ、この剥き出しの剣のままで、やっぱ人一人の手を引くってすげえ危ないと思うんだけど、マジでやめた方がいい。絶対だって手つなぎたくねえもん、こんなね、抜き身の刃で。絶対怪我させちゃうよ。音うるせえし、この手を離さないとかじゃねえ、離せって。この手は離せって思う。じゃあ改めて行きましょう。いやでもね、それにしても音うるせえな。剣をね、取れるとは思ってなかったんですよ。おっと、パッケージを見ても、まあ、見たところ木の棒を持ってるんで、あ、この子は木の棒を持って進む。あのねしか言えねえじゃん、俺。ねえ。許せないんだよね、ほんとに。もうほんとね、手伸ばしてほしい。手伸ばすか、横っ飛びしてほしい。なんだろう。別にさ、角があるからとか、なんかあんまりそういうふうにね、言いたくないんだけど、普通の、なんだろうな、説明書にね、書いてあったんですよ。角があるから高いところから落ちても大丈夫って、まあ意味不明な、その文章ですけど、高いところから落ちても大丈夫だったら、なんだったらね、もう腕伸ばせって、本当に、もうね、それだけやってくれりゃいいからさ、本当に、本当にしかやってないじゃん、俺。ね、こういうところもさ、掴むかすっごい怖いんだよね。まあ、どうやら掴んでくれるみたいなんで、構えしないけど。なんだろうね、このイコの、ちょっと、信頼性はあんまりないよね。角があっても、ダメ。もうちょっと伸びてこないとね、角があっても。まあ、別に伸びたからどうだって話じゃないですけどね。頭壁に突き刺してさ、バッファローみたいにできるかって言ったら絶対できないだろうから。はい、そんなこと言ってる間に、ここまでたどりつ、おう、ついちゃった。で、おいおいおい、スイッチがないぞ。そこにスイッチがあるのかな？あ？あ、これ？これ。ほう。裏側か。ほう。なんだここ。どうなってんだ？よくわからん。から、ああ、でもどん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 進んじゃうぜ。俺、またこれ置きっぱなしじゃん。そろそろ影。くっす。おらー。なんで両方切れるんだよ。片方ずつ切れるだろ、普通、そういうのって。でも、もう片方も、あれ、ちょっと待ってよ。もう片方切ったって、あれ、何なの？これを切ったところで、何の意味が、なんでさっきは一回で切れたんだよ。え、橋、待ってね。橋ができてもさ。え、ちょっと待って。なんか謎が解けてないんだけど。あ、なんだこれ。スイッチ。
ほう。まあ、この程度、まあ、俺だったら死んでるけど、まあ、褒めて使わせるところなのかな。さっさと行こうぜ。ろくでもねえやつがね、すぐ襲いかかってくる。どうして、ヨルダがさらわれてしまうと石になるのかなって一個が、もうそればっかり気になってしょうがない。まあ、影の正体やらなんやら、もうそのうちね、そのわかる、やめろやめろ。歩くか。いやー、完全にね、フォーテスクなんですよね。いきなりね、スッと出てくるからまた嫌なんですよ。あの敵も。敵の名前はなんかないんですかね。影。影マン。とかしかな。あれ？ちょっと待ってよ。何にも。お、うっそ。キングスフィールドやれって俺に。やだよ。嫌すぎるだろう。本当だろうな。行けよ。俺なの？イコが扉を開いてるわけ？それとも、イコと、ヨルダのダブルパワーってこと？え、それだとさ、ヨルダの力が半減なんですけど、力というか魅力というか、スイッチ。ああ、そこの飛び。え、ちょっと待ってよ。俺嫌なんだけど。ちょっと待って、ごめんね。行こう。火つけろ。剣に火つけろ。マジで、ちょっと。やだよ、俺。せっかく剣手に入れたのにさ、この剣はね、鎖を断ち切るための剣じゃねえんだよ。ヨルダはさ、なにこれ。ヨルダはさ、守るために戦う剣なんだよ。という話をしたときにですね、どこの目が開いたんだ？こっち？ここか。何分？まだ8分。8分だったら大丈夫でしょ、セーブしなくたって。ちょっと待ってね。まず、ちょっとすっげえ不安なんだけど、でも。あ、待って。そこの剣持ち替えなくたって、確か俺そこでさ、剣拾ったんだから、その辺に木の棒が転がってるはずなんだよ。絶対転がってないんだよね。転がっているんですね。失礼いたしました。はい、じゃあつけて。ありがとう。あのさ、申し訳ないんですけど、これをね、あ、こいつマジうぜ。わかるでしょ？こうやってさ、アイテムを捨てて拾って、捨てて拾って、捨てて拾ってってやりたかったんです。FPS とか、そのなんか FPS 系のゲーム、TPS とかでもあるかもしれないですけど、持ち物いっぱいになると、捨てなきゃいけないとか、あると思うんですけど、やれよってな。その場その場で持ち帰るんじゃねえ。はい。で、なんだっけ？コメントもね、ありがとうございます。あ、他にもね、なんだっけ。もう頭、なんかね、ほんと最近頭が、いつも以上にね、働かなくて。結構忘れ物、疲れとかね、出てくると、疲れからか忘れ物がね、多くなったり、全然、把握できてなかったりするんですよね。なんだ、あ、片面だけが何か光ってる。もう片面、あ、西、東があるから西もなんとかしましょうねっていう話ですね。なんとかしようじゃ、俺が。で、まあ影が出てくる前にさっさと剣にまず持ち替えの。で、俺は何を言おうとしたかを忘れの。手をつなぎの休みのだよ。
よし、戻りましょう。そうそうそう、判定の甘さね、判定の甘さっていうか、あれ、まあ、さっき近づいたら普通にね、火つけてたんで、ギリギリ足りなかったんですかね、距離的に。いやー、頭きますよね。で、コメントいただいたのが、トゥームレイダー4のパート1ね。あれを、自分はもうね、忘れちゃってるんで、みんな見ててさ、やっぱ笑っちゃうんだけど、たかだか1本のレバー引くのに、お前は降りるんじゃねえ。呼ばない？呼ぶ動作をするにあたって、落ちるんだけど、この子。最初のさ、チュートリアルのレバーが引けなくて、3分以上ね、苦戦してるっていう。いやー、今も昔も変わってないってことですかね、そのあたり。で、ここどこ？あれ？ここ戻ってきてますよ？いいんすか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 ？向こうのカメラは見られないので、よし行くで。あ、なんだ、また影か。光がピカピカしてんのにさ、なんで影が出てくんだよ。影は光に飲まれろ。闇系は光系に弱いはずなんで、死んでほしいんですけどね。いる？あ、来た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 。ほっとけほっとけ。あんなの。まあ、言うて、まあ、角材で切れるんで、ね、撲殺できるんで問題ないんですけど、形ないものがさ、切れるわけないんですよね。影。危ね。なんかさ、やり方なかったか、なんか前回さ、斜めに走ってたら、大丈夫だったみたいな。ことがあってか、完全に夜だ、切り裂かれてると思うんですが、ゆこに。それはいいんですかね。はい、じゃあ捕まって、夜だ。はい、ありがとう。あとは任せろ。多分ね、これが一番早いと思います。影もかわいそうでさ、多分命は保証しろと、夜だママに言われてるはずなんですよ。じゃないと、お前らは、お前もうこう、お前次、影よりもっとひどいことするからなって、絶対言われてるはずなんで。で、そうすると、ね、イコの、この、なんだろうな、気が触れたような、この、振り回し？どうしても対応できないよね。守るために、あれ？なんで降りてんだよ。なあ、諦めんなよ。な、あ、俺が何？これ動いたから？ちょっとやめてよ。本当にさ、やめてよね。はい、なんだっけ？あ、そうそうそう、くだらない話ね。よかった。守るために戦うんだって言ったけど、戦わないとダメなんですよ。本当に守りたいんだったら。例えばこのヨルダをね、どうしても守りたいんだったら、身を守る盾になってちゃダメなんですよ。もう常に攻撃される側になっちゃうんで、こちらが。だったら、これ何？お？お？え？うん？あ、うん？何何？同じだよね、剣。嘘。持ち返せなの？てか、あっちこっちに転がってる剣なの？これ。てか、なんで刺さってんの？転がせよ。なんでこう丁寧にこうビスって刺してんの？これ、床粘土なのかな？あ、これ見たことある橋じゃないの？これ。あ、どんどん戻っていくんだ。どこかで切れる場所あったかな？あったんだろうな。よし、じゃあ行こうぜ。あれ、ここどこ？あ、もっと下に行くのか。オッケーオッケー。え、これだけのため？じゃあ扉いらないよ。ここにです。あ、ダメだ。ここにスイッチ置いたら俺すぐ、やっちゃうじゃないですかね。あ、来る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 。あ、来れる来れる来れますね。よし。
どうしてもね、こう例えば誰かをかばって守るようになると攻撃を受けて、でそれでね、この守るイコ君が死ぬ可能性がやっぱ出てくるじゃないですか。でその後どうなるかって、ヨルダは多分死にますよね、攻撃されてるんだから。って考えると敵になりそうなものとか、やっぱ明らかに敵なやつはやっぱ攻撃して根絶やしにしないとまずいんですよね、本当に守るんだったら、っていう過激発言でした。さあ行こうか。くだらないことを言っていると時間がねどんどん減っちゃうんで、まあ喋っててもいいんですけど、プレイしろよっていうことよね、よくあるお話です。ここでいいのかな。あ、ここですね。ちょっとね、行ってないところがあるかどうかが全くわからないんですけど、ここ知った土地ですか。知った土地っぽいんだよな、ここ。なんかさ、爆弾とかあったとこじゃないの。ちょっとそこで待ってな。あ、そうだよね、やっぱここだよね、なんてね言いながら全然違ったりしてね。なんかさ、そうここ木箱がまずありまして、登ります、登りません。でそこになんか木のロープみたいなのがあるんで、木でロープはできないんですよね。ロープがあるんで登って切ります。くそ、ざけんじゃねえよ。もうしょうがないにゃん。はいはいはい、でえい、くそ、なめんじゃねえよ。ちょっと待ってね、登るで、ええどうする。どうしたい。あ、こ、ちょっと待って、ここ登る、ん、ここ、こう、うっそ、こうでしょ、まずで、こうだよ、こうこうだろ、まずこうしてさ、こうだこうだで、こうだろ、で、こうだろで、こうした後の、絶対当たってなかったんだよな。っていうか橋、あれ、あ、俺橋ができると思ったのに、これ何、これロープを俺が切り裂いただけで、下の階にちょ、来いって。お、いいよ、来ないなら俺が動かしてやるよ、その木箱タクシーでさ。ん、あ、引っかかっちゃったか。下の階のなんか窓みたいなところからロープを使って飛び出せるのは一個だけなんで、あ、ここの破壊された窓みたいなものがどこかにあると思うんですけれども、ここは降りられないので、何分ですか、19分、まだもうちょっといけるよね、もうちょっと行けるので、もうちょっとちょっと進んでみましょう。ここで自分だけ降りる感なんですか。なんか嫌な音が。あ、なんだ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 、あ、なんだ、また影か。いいよ、来いよ、ほらやるよ、ヨルダの一人や二人。やべやべやべ、あっぷれ、あの弾かれんな、まずいって。うう、やべ、そうか、一人奪うとあとは奪っていくんだ。どこ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 、あ、そこか。飛べ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 、さすがにね間に合わないなんてことはないはずだ。おらー、オッケー、ここならいい、いいよ、離して。あー、ちょっと待って、こっちの方がいいな。あ、取れてた。おら、邪魔すんじゃねえよ。俺どこ、俺どこ、ちょっと完全にヨルダに当たってんだよな、切っ先が。血の一滴や二滴じゃ済まないレベルなんと思うんだけど、まあいっか。
もしかしたらこう悪いやつにしか当たらない剣なのかもしれない。じゃあロープに当たるのはどういうことなんですか？考えないことにしよう。 D ですね、割れた鏡窓がどこかにあるはずで、場所的にはあの辺、ちょっとごめん、俺が言うわ。この辺だと思うんだけど、ちょっとおいで。割れた窓から飛び出していくスタイルだと思うんですよ。この辺にはまだロープはおろかね。ちょっと待って、上見てみ。どこだ？ここどこだ？ロープを切ったところは、あそこがこうなってこうなってこうなってっから、だから地図的っていうか、ここをこう行くじゃん。でそうすると左に行くんだから右に行くでしょ。ででね、でああじゃあ俺降りる必要なかったのかな。ここですね。ここか。どこだ？ん？あ、そもそもここじゃない？お部屋的に隣か。おいで、降りて、おいで。この部屋じゃなくて隣の部屋か。そんなところがあったかの、ちょっと記憶がないんすけど、おいで。あ、これ呼ばない。俺が走ろう。嘘でしょ。そんなことないよね。よかった。手引っ張るより、走らせた方が早いわ。場所によっては。よし、行こう。で、ここから左だから、手前から出てくるときは、右に行かないといけないんだね。そうだよね。よし、OKOKOK。で、お、待て。右に通路があればの話でしょ、それ。え、なくないですか？いや、まずいですよ。一回休憩しようか。おいで。さあ、困った。こっちに、いやー、こっちじゃねえ気がするよな。この道なのかな？ちょっとわかんないな。この道なのかなっていうか、ここはさ、でも隣、ここじゃないんだよな。これが橋だとしても多分ぶっ壊れないと思うし、隣に道を作るには、あ、違う、これでもう壊れてんだよね。隣に道を作るんじゃなくて、そこのさ、扉壊れないかな、ちょっと。ちょっと扉じゃないかもしんないけど。そこ火ついてたんだっけ？松明は？ありますか？ないですか？なんか引っかかるな。そこの火届かないよね。お、どうやってここに火つけたんだっけ、爆弾に。覚えてねえや。もともとどこが燃えていたんだっけ。それ壁だな。でもやっぱり何もないな。となると結構戻るのかな。東のね、闘技場でしょ、ここが。ってことは西に、いや、自力で行く、俺が行くの？西に。戻りながら西行くなんてことはあるかな。いや、ない気がすんだけど。でも扉が開くんだよな。もうちょっと開かないでほしいわ。ここどこ？いや、ここじゃねえだろ、絶対。だって。うっそ。樽さえ切れない。
あーでも開くん、開くか、まずいよな。台だからって別にね、いける。あ、困るな、開く理由がな。いや絶対そんなことないよね。だってあ、なんか多分俺がちゃんと見てないんだよねきっと。27分だから、まあ今回これでねちょっと終わりにしますけど、多分なんか行けてないところがあるんだよねここで。そうじゃないとさ、ありえないし、あそこでね影が出てくるのも、まあ、正直言ってありえないじゃないですか。なんか邪魔したいからあそこに影出したはずなんで、まあまあ、まあまあがね。となると、例えば、こう一見いけないように見えてんだけど、これね、別に次回やればいいじゃんって思うじゃん。次回でいきなり詰むと、本当ゲームにね、ゲームが進まないんで、それはそれで怖いんですよね。今のうちに謎解けるんだったら解いちゃった方が、じゃあ次回ここ行きましょうねって平気な顔してね言えるんで、そっちの方がいいんですよね。なんですけど、こっちにね隠し扉がないんだな。これがそこを登っても意味ないんだな。これがちょっと待ってね、この針からさ行けないっすか、どっか。こっちこっち、あ、隠し通路の角地もない。いやもう割ってくんねえかな、行こう。悪いんだけどさ、この辺の壁の一つや二つさ、ねえボンバーマンになって、イコボンになって、ちょっとやってくんないっすかね、マジで。ちょっと一応こっちを見とこうね。あ、ダメだ、絶対無理だって。さすがのね、俺もわかるよ、この壁は絶対崩せないもん。次回に謎を残し、15分から20分積む覚悟を持ってプレイするしかなさそうですね。一応ね、じゃあちょっと他のことも試そう。最後にここ落ちたら死、あっ、あ、死なねえよ、強い子だね。さてどうしましょうかね。まあカット入れてるから30分にはならんと思うのだけれども、下まで伸びてるから、いや伸びて、墓石の、え、これ下まで伸びたかな。いや絶対伸びてないよね。木箱とかあんのかな、それともなんか石段ね、あの墓石のところだから、なんか持ってくるとかあんのかな。例えばその木箱を落とすとか、木箱、ここは、いや無理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 、ここは飛び降りられないから、なんかすんのかな。ちょっとパッとは思い浮かばないけど、